に変わった準備はしてないんですけど、もう私の職業は教員なので、普段大学生と一緒に稽古を毎日して、その中で今大会まで調整してきた感じですね。出場だったんですけど、やっぱり素晴らしい舞台だなっていうのがやっぱ率直に感じたことで、と同時にもう一回やっぱり出てみたいっていうような気持ちも湧いてきましたので、まあ、来年また、まあ、大阪は激戦区ですけど、しっかり、まあ、もう一回なんとか出れるように頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。